ますます目が離せなくなってきた。朝の連ドラ、カムカムエヴリバディ。ヒロインのルイとジョーとの未来が気になります。そして、同じくらい気になるのは、脇を固める俳優さんたちなのですが、その中でも気になる二人の俳優さんについて、少し調べてみることに。一人目は、ルイが住み込みで働いている、竹村クリーニング店の店主、竹村平助役の、村田武宏さん。本業も同じで、1960年3月18日生まれの現在61歳。出身は、東京都で埼玉県立三郷高等学校を卒業。身長180センチで血液型は A 型。家族は奥さんと娘さんの3人家族。なんと NHK 連続テレビ小説では、1985年美を尽くしを最初に、1995年走らんか、2001年シュラさん、2006年純情キラリと、これまでに、すでに4作品に出演しています。それだけではなく、NHK といえば大河ドラマへも、1983年、徳川家康、1987年、独眼竜政宗、1990年、徳川如徳、1993年、炎を絶つ、2014年、文士官兵衛、2020年、麒麟が来ると、すでに6作品に出演していますから、もう、NHK 御用達の俳優と言っていいくらい。そんな村田さんがお茶の間に認知されたのが、日本のドラマの金字塔的作品の渡る世間は鬼ばかりの田口誠役でしたね。今年で俳優デビューして43年目。どんなジャンルも幅広くこなせる村田さん。小学校から柔道を始めて、高校時代はラグビーに打ち込んだそうです。しかし、そんなスポーツ少年がなぜ俳優になろうと思ったのでしょうか。村田さんは少年時代からずっとディズニーや黒沢映画に憧れていたそうです。自分で演じてみたいという思いが募って、16歳で劇団ひまわりに入団したんだとか。高校時代には初代生徒会長を務めながら、自主制作で映画まで作ったほどの映画少年でした。そんな村田さんのデビュー作は、1980年の映画、思えば遠くへ来たもんだでの、高校で柔道部顧問をする武田鉄矢さんを手こずらせた、停学処分を受けた柔道部員の役でした。当時は、朝まで日雇いの土木作業員や、新宿のゲームセンターでバイトして、その足で撮影所に行って、衣装部屋で仮眠を取って、撮影が終わると、またバイトという生活だったとか。同年、映画「男はつらいよ」「虎次郎」「かもめ歌」で、その頃の村田さんを山田洋次監督は、純朴で、じゃがいものような顔の好青年、と、いい意味で評価していますが、実は、生まれも育ちも東京だったという村田さん。その後は、脇役としてだけでなく主演もこなして、映画やドラマ、舞台へと仕事が来るようになります。しかし、本当の意味で、俳優としての大きな転機といえるのは、1992年の2つの作品でした。一つは、伊丹十三監督の作品でした。映画、民謀の女での伊丹マジックで、朴訥とした純朴青年役の村田さんの、アカデミックなセリフがとにかく印象的で、見た者の記憶に刻まれることに。二つ目は、同年公開の映画、おこげ。実は、これが、衝撃の問題作だったというのです。その内容とは、二人のオカマを軸に、不思議な恋愛模様を繰り広げていく人間ドラマで、その中で、村田さんは同性愛者を演じ、ベッドシーンまでされていたのです。時代が時代だけになかなか受け入れられず、その証拠に、おこげは先に完成していたのに、最初は上映感がなかったそうで、先に上映された民謀の女の大ヒットによって、徐々に上映感が増えていったそうです。その全く異質な2つの作品があったからこそ、キネマ旬報賞や報知映画賞、日本アカデミー賞など、数々の賞を受賞したのではないでしょうか。2つの作品のおかげで村田さんは、32歳にして、
やっとバイト生活から解放されたのだとか。これまで数えきれないほどの作品に出演された村田武宏さん。なんと娘さんは49歳の時に授かったそうで、しかも奥さんは20歳も下なんだとか。その奥さんとの馴れ初めは2002年ドラマショムニファイナルでの共演がきっかけで、お付き合いが始まって2005年に村田さんが体調を崩した時に奥さんが献身的に看病されたそうです。そして2006年渡る世間は鬼ばかりで再び共演されたことで結婚を決意されたそうです。その奥さんとは倍率200倍という無名塾出身の女優の中江里香さんなんだとか。そして娘さんは琥珀ちゃんというお名前で、遅くできたこともあって家の壁に落書きしても村田さんはいいじゃん、書かせてあげたらと言ってるらしく、奥さんは呆れているそうです。村田さんらしくて微笑ましいですね。幸せいっぱいの村田さんですが、一時期激痩せしているとの噂が立ったのですが、その理由はどうやら家庭内の問題が原因だったようで、というのは義理の母親との折り合いがうまくいってないらしく、週刊誌にはもう何年も絶縁状態だと書き立てられ、実際は事実とは違ったものだったそうですが、それでかなり頭を悩ませたこともその原因でしょう。ところで村田さんといえばボーリングがプロ並みの実力で有名ですが、あのサザンの桑田佳祐さんと並んで芸能界では知らないものはないほどだとか。どうやら幼い頃から父親に連れられてボーリング場によく行ってたそうで、当然マイボールを何個も持っていて、2012年にはパーフェクトゲームも達成しています。また2015年に日本ボーリング協会から日本初の名誉プロボウラーに認定され、中山律子プロにプロになることを勧められたほど。他には乗馬も趣味でずっとされていて、娘さんとはどちらも一緒によく行ってるそうです。そんな娘が可愛くて仕方ない村田さんが演じる竹村クリーニング店の店主の平助、ドラマでは浜田真理さんが演じる妻の和子との間には子供がおらず、ルイのことを我が娘のように可愛がる様子に毎回心を癒されますね。ルイと片桐さんとの初デートの時のあるシーンで、ルイにアイロンを当てたばかりのハンカチを畳んで、私その仕草はまさに村田さんならではの演技だったのではと思います。そんな村田さんの演技にネットではアイロンかけたハンカチを手渡すシーンはもちろん何度見ても泣いちゃうよな。綺麗にアイロンかけられたハンカチをふんわり畳むおっちゃんの手に泣いてしまう。細部に神は宿る。何枚も持ってるはずのないハンカチをデートに間に合うよう丁寧にアイロンかけてくれた。そこで泣けた。大事にしてもらえるってけう。るいちゃんが平助さんにハンカチ渡された時、もしかしたら一瞬お父さんって思ったのかな。ああなんて素敵な人たち。さっと真っ白なハンカチ出されたら惚れてまうわ。アイロンをかけたハンカチ一つで喜ぶルイに、過去の生活の影を透かして見てしまう竹村夫妻に、年明け早々泣かされるの巻。ルイの通ってきた人生に胸を痛めて、綺麗なハンカチを持たせ、ただ楽しいデートであれと願うのは親心そのものだ。竹村夫妻に会えてよかったね。ルイ。竹村さん。ハンカチを受け取る様子から、ルイが岡山で甘えられなかった生活をしてきたことや、何かを抱えていることに思いを馳せ、心からの笑顔が見たいと言ってくれる。ここで泣いた。ルイちゃんを実の子のように可愛がり、心配する雰囲気はなんだか、竹取物語のおじいさんのように思います。ルイちゃんの表情をよく見ていて、癒してあげたいと思っているのがよく伝わります。これからも影となり、支えてくれるんだろうな。それにしても、浜田真理さん、村田武宏さんの演技には見入るばかり。すごい夫婦やな、やっぱり。あのハンカチシーンで号泣した方も多いのでは？これからも、ルイや私たちのオアシスであることを。
心から望んでやみません。さて、2人目はジャズ喫茶ナイト&デイのマスター小暮洋介役の近藤芳正さん。特別なんだ、ジョーのサニーサイドは、という一言が気になるのは私だけでしょうか。ジョーの出自について唯一知っている人物で一番の理解者でもあります。その絶妙な間の取り方は近藤さんならではと絶賛されています。一体どんな方なのか調べてみると、本業も近藤芳正さん、1961年8月13日生まれの現在60歳ですから、村田武宏さんの1歳年下となります。愛知県出身で身長171センチ、日本福祉大学附属高等学校を卒業されています。中学生の頃は音楽に目覚めてギターを練習したもののあえなく挫折、次はドラムに取り組んだもののリズムが取れずにまたもや挫折して、楽器にコンプレックスを抱くまでに。しかし絵画は得意だったそうで、コンテストに入賞したこともあったのだとか。近藤さんが演技に目覚められたきっかけは、なんと学芸会だったそうです。それがきっかけとなり、地元名古屋の児童劇団に所属して NHK 中学生日記でドラマデビューしたのが近藤さんが15歳から17歳の時でした。この時の役名も本業のままでした。反抗的な少年の役でしたが、当時近藤さんの両親が離婚した時期と重なって罪を犯すのではないかと思うくらいどす黒いものが自分の中にあったと感じるほどだったそうです。ですが、その頃の学校の先生が、誰にでも宝はあります、それを早く見つけてくださいねという言葉をくれたことで、俳優が天職だと確信した近藤さん、高校卒業と同時に中学生日記の風間先生役の俳優の湯浅実さんの下で修行し、翌年の1981年、20歳の時、湯浅さんが所属する劇団青年座研究所に入所、1983年、22歳で卒業して、劇団七曜日へ入団しています。1984年に初舞台を踏んだ後は、コント、赤信号や東京乾電池の舞台によく出演していたそうです。そんな近藤さんですが、ちょうど30代を目前に限界を感じられていた時、運命を左右する大きな出会いがあります。劇団東京サンシャインボーイズの三谷幸喜さんと出会ったのです。当時の劇団には佐藤 B 作さん、西村雅彦さん、カムカムの安子の父を演じた河本雅弘さんという、今では一線級の俳優が肩を並べていました。その舞台に客演として出演を重ねるうちに、三谷さんの才能に感化され、本当にお芝居が好きなことに気づいて、肩の力が抜けた途端に今度は三谷さんがテレビドラマの脚本家として覚醒。それからは近藤さんにも俳優の仕事が舞い込むようになったのだとか。当然ながらというか、1991年12人の優しい日本人、1997年ラジオの時間、2001年みんなの家、2006年ザ・有頂天ホテルなど三谷作品には次々と出演しています。2015年には映画野良犬はダンスを踊るで初の主演も務めています。あまり知られてませんが、ダチョウ倶楽部の前身キムチ倶楽部にも在籍していたという近藤さんが、成功した演技の基礎は何かというと、20代の頃に身につけたというヴィラレーヌシステムという五感をフル回転させ想像力を豊かにするメソッドなのだそうです。今やカムカムエヴリバディが NHK 朝ドラでの7作目の出演で、大河ドラマにもすでに7作出演という絶大な信頼を得ている近藤さんですが、プライベートはどうかというと、昨年の1月バツイチで再婚したというではありませんか。お相手は京都のバツイチの一般女性で、馴れ初めは京都での仕事が多く、コロナでもあったことから、知り合ってからというものリモートで、
毎日2時間も話してたくらい楽しすぎて、それなら思い切って引っ越してしまえと東京から京都へ移住して結婚したのだとか。それまでは独身生活をこよなく愛してた近藤さん、コロナ禍でそれまでの仕事優先主義から愛情や友情、家庭を優先するように変わったそうです。毎日楽しくて仕方ないのだとか。瞬く間に大人気となった謎の YouTube ドラマ親父キャンプ飯に主演している近藤さん、現在はシーズン2が公開されていますが、真骨頂の間を大切に演技しているそうです。そんな近藤さんの演技にネットでは、画面の端でしか映ってないかもしれない手や体の動き、ささやかなリアクションがとてもうまい近藤義政さんが演じる小暮洋介は、やっぱり山下洋介さんに寄せてる。近藤義政さんが珍しく癖のない役で、なんかいい。小暮さんのいなしっぷりが面白く、近藤義政が山本慎也監督にしか見えん。さて、いかがでしたでしょうか。あなたはお二人をどう思いますか。同じ世代でありながら全く違った演技で、見る者を魅了する名バイプレイヤーの二人、これからどんな演技でルイと上に関わっていくのか興味がつきませんね。お二人のご活躍を陰ながら応援しつつ、それでは次回またお会いしましょう。